はい、おはようございます。というわけで今日はね、京都市浦社ということで、岡山市内をねお祭りと、それで明日、この辺とか、封鎖するみたいな感じなんですけど、もうねすでにねちょっとね交通量がねいつもとちゃうんですよね。だいたいこの辺とかも渋滞してるんですけど、今日はねちょっとやっぱ警戒して交通量が少ない感じですね。岡山ね、晴れ晴れ岡山ジャムス、今日浦社祭りが来てるんですよね。ちょっともうね準備されとるよね。Thank you.
いなかかいガチャ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 とこの野郎はな、これはね、例えば野球部はあんたみたいなのがここから 見てみえ、ここじゃいくら、これじゃ、穴がついたけめ、大きいと同じのがついたけなんてするよ。4万もする。川にはめ、ね、帰りますね。お茶ありがとうございました。またね、お茶会いましょう。またどっか。はい、すいません、お茶まで帰る。はい、ありがとうございます、お茶。また。というわけでね、帰りますわ。途中ね、おっちゃんがね、絡んできてね、めんどくさいなって。最初、チャリを止めてたら、みんな止めてないんですけど、あ、こいつね、誰が置いとんやみたいな感じでね、言ってきて。で、言ってきたから、僕もね、このやつらはどうすんなん言うて、いや、関係者や言うて、もうね、結構ね、喧嘩越しいうかね、なんか、結構、なんかこいつ、おっちゃんうざみたいになって、まあ置いてもいいのかわからんすけど、まあ看板とかなかったですから、みんな置いてましたからね。でなんかすごいわーって言ったらおっちゃんがもうなんか急に軽減税率の話をしだして、なんかそっから自分のチャリがすごいんやみたいな話をしてからの、まあ、逃げるような感じで帰ってますけど、いうわけでまたね、ライブ配信をすると思うんで、皆さんね、ぜひチェックしてください。また明日もね、ウラジあるんで、行ける人は行ってみてください。熱っ。それではね、失礼します。熱っ。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。